ブンブン、ハロウィチュー、どうも、サルです。今週はソフトバンクから今年の夏モデルが発表され、来週はドコモから新製品が発表される予定で、最新モデルに目が行きがちですが、今回は最新モデルと比べても遜色ないスペックを搭載しながら、価格は5万円以下ととても手頃な、ノキアのフラグシップスマホ、ノキア8をご紹介します。まずはじめにスペックを紹介すると、CPU はクアルコムのスナップドラゴン835、RAM は 4GB で、ROM は 64GB。ディスプレイは 5.3 インチで、解像度は 2560×1440 ドット。カメラは背面のアウトカメラが1300万画素と1300万画素のデュアルレンズカメラ。前面のインカメラは1300万画素のシングルレンズ。バッテリー容量は 3090mAh で、OS は Android 7.1。そして価格ですが、現在の Amazon での販売価格で、49,500 円と5万円を切る価格で販売されています。その他の特徴としては、海外モデルには珍しく、防滴構造になっています。ですので、完全に水没させてしまうのはダメですが、雨などに濡れる程度では全く問題なく使うことができます。また、カメラはカールツアイス製のレンズを搭載するなど、カメラ周りにもこだわった端末になっています。また、Wi-Fi については、802.11AC にも対応しています。一部中華メーカーのスマホなどは、スナップドラゴン835を搭載しながら低額なモデルというのもあるんですが、そういったモデルはカメラのスペックなどには特に力を入れず、CPU の処理速度は高いけれど、その他の部分はいまいちというモデルも多いんですが、このノキア8については、そういったことはなく、CPU 以外のスペックにもこだわったモデルとなっています。ということで、この先1、2ヶ月の間に各メーカーから続々と新型スマホが発売されることになりますが、あえて最新モデルを購入するのではなくて、昨年のハイスペックモデルを購入するというのもいいと思います。なお、今回ご紹介した Nokia 8の販売店のリンクは、この動画の概要欄の方に貼っておきます。最新の在庫状況等が知りたい方はそちらからチェックしてみてください。なお、この動画を作成している時点の在庫数としては残り2件だけとなっています。また今後もお買い得なスマホ情報等ありましたらご紹介したいと思います。今回は以上です。グッドボタンとチャンネル登録。よろしくお願いします。